全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2020鹿児島の模様をお伝えします。それではいきますよ。テゲテゲーミング、英国はお休みの今回のテゲテゲーミングは全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 3e スポーツの日本一を決める熱い戦い、鹿児島県代表選手の試合を紹介します。全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2020鹿児島。ゲームタイトルは e ベースボールパワフルプロ野球2020、 e フットボールウイニングイレブン、グランツーリスモスポーツ、パズドラ、くよくよ e スポーツ。地区予選から全国大会の決勝まで、そのほとんどがオンラインで行われました。12月20日に開催されたパワプロ部門の決勝トーナメント、この模様は先月番組でお伝えしました。それではここからの時間はですね、その他の e スポーツ競技を私だけではありません、一緒にお伝えしてくれるのがこの方。こんにちは、 NBC アナウンサーの玉谷愛です。よろしくお願いします。さてさて、今日12月26日はウイニングイレブン、ぷよぷよ、グランツーリスモが行われまして、このオンライン対戦で明日の準決勝決勝に進むメンバーが決まっていくわけなんですね。はい、各ゲームタイトルはそれぞれの公式 YouTube チャンネルで大会の模様を配信しています。私たちは各タイトルの配信を切り替えながら、鹿児島県代表選手の試合を中心に大会全体を追いかける大会公式番組を YouTube で配信します。そうなんです。さあ、鹿児島県代表選手、果たしてこの後どうなりますかね。注目です。ということで、YouTube 配信番組の司会を務めた竹野内と玉谷アナ、ここでピックアップされた鹿児島県代表の試合を紹介します。まずはウイニングイレブン、10チームを2つに分けたリーグ戦が行われ、各グループの上位2チームずつが決勝トーナメントに進みます。鹿児島県代表は鹿児島市内に作られた特設会場でプレイ。高校生の部代表は鹿屋工業高校。緊張せずに楽しんでいこうと思います。作戦としてはディフェンスはまあそこそこに、攻めを意識した前にパスをつないでいくような戦術を用いています。それでは試合をご覧ください。相手は滋賀県代表近江高校。試合開始早々1点を取られてしまいます。オフェンスの選手の方がどっちかというと足がちょっと速いんで、ちょっと裏抜かれちゃうともう追いつけないんですよね。なるほど、いい抜け、もう決めてきたー、すごい、これは面白いじゃないですか。早速追いついた、めちゃくちゃ、てかもうこのワンタッチですね。そうですね、はい、うまい、いやうまい、そして苦笑いだったといういやよく追いついた、1対1、はい、マルティネリ決めてきましたですね。今対応してましたね、1人下げてましたね。さあカウンター気味になりますが、これですね、1回置いてかれちゃうと、さあ駆け引きが難しいところだが、ナイスディフェンス、いやナイスディフェンスですね。今距離取って距離取って、ちゃんと最後の打たれたくないところで詰めるタイミングバッチリでしたね今。さあフリーになる、打っていた、追加点は近江高校、レバンドフスキー。この試合は4対1で
近江高校の勝利。田野工業高校は結局決勝トーナメントに進めませんでした。ウイニングイレブンオープンの部、鹿児島県代表選手はこちらのお二人。去年の茨城大会全国ベスト16という実績があります。その自分のシュートチャンスはしっかり沈めて着実に勝ちたいと思います。まあ、こういうご時世でコロナっていうのもあって、まあ、なかなかいい話題がない中で、まあ、e スポーツっていうのはこういう環境でもできるものなので、少しでも鹿児島を盛り上げられたらいいなと思っております。それでは大阪府代表との試合をご覧ください。緊張のお話を伺いますが、さあそれではキックオフです。まずは大きく蹴ってきた最初の攻めです。ただまあそれは相手のフォーメーションとの相性というのはもちろんあるんですね。そうですね。いやーうまい、細かくつないで鹿児島は救われる形になりました。うまい、もう感じてましたね。ワンタッチワンタッチで崩し切りましたね、はい、いや入ったと思いましたね。最後使ってパスが、おっとクリスティアーノ・ロナウドが拾う形になった。さあ中を伺いながらワンフェイント入れて打ってきた。面白い、決めた。先制は鹿児島。さあ今のシーンです。黒蔵さん、ここでねルーズボールになったんですが、はい、クリスティアーノ・ロナウドが抑えることができ、ここのシュートフェイントも、まあ、多分対応はしてましたけどね、やっぱどっちに出すかっていう。おっと上野一発が通った。一瞬の隙を突いて大阪決めてきました。1対1。後半に1点を返され、この試合は引き分け、結局鹿児島県代表は決勝トーナメントに進めませんでした。続いてグランツーリスモ、一般の部の出場選手は20人。鹿児島県代表は吉本選手、オンラインでの参加です。それでは準決勝第1レースをご覧ください。グリーンになりましてスタートです。さあ山中智明がホールショットを奪っていくのか。1コーナーは先が長い富士スピードウェイ。さあそしてもう早くもインサイドの争いが展開されている。奥本がなんと2番手インサイド飛び込んでくる。激しい激しい。そして今村俊介も来るぞ。今村俊介もさあサイドバイサイドになっている。いやものすごい。コカ・コーラコーナーに向けてインを取っているのは奥本だ。奥本2番手、お見事2番手に浮上しました。いや山本さん、いきなりアグレッシブに来ましたね。そうですね、1コーナーそれこそね、突っ込みすぎてしまうかもしれない。1コーナーで奥本選手、いや勇気ある飛び込みでしたね。いや素晴らしい。さあ今村も応戦しましたけども、ここでは、コカ・コーラコーナーではですね、奥本が前に出ました。いや奥本選手は相当これは今回気合入っているということが分かります。吉本亮選手、最後尾の吉本選手は鹿児島県代表のドライバーなんですけども、今回初出場、スーパー FGA とか、そうですね、オートポリスを走ってるドライバーですよね、はい。まあ、数少ないリアルの経験が豊富なドライバーですね。さあその吉本亮も、さあ鹿児島県代表として頑張ってもらいたい。準決勝レース鹿児島県代表吉本選手は残念ながら20位、次のレースに進むことができませんでした。次は武力用12人を2つに分けて予選が行われ、各ブロックの上位2人ずつが決勝トーナメントに進みます。鹿児島県代表は流選手、オンラインでの参加です。それでは兵庫県代表のりや選手との対戦をご覧ください。他の4人は全員プロなんですよ。はい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 。プロの中に、まあ、入っているそのアマチュア2名っていうところがこの流れ選手とのりや選手なので、この2人がどう食い込んでいくかっていうところに非常に注目しているんですね。はい、それではこの2人のね1試合目非常に重要になってくると思います。さあ先に仕掛けていった2連鎖、流れ選手、はい、流れの2連鎖に対して、のりやが本戦シンクロハッカーをしていきましたね。さあ流れがどこまで伸ばすことができるか、赤から伸ばしにいった。
さあ、オーキオーキ、9連鎖ダブルのリオ選手に対して、おっと赤を引くことができませんでしたね。お互いの2対4でリーチをかけられた7本目。1連鎖から動いてくる、2連鎖ダブルで流れが動いた。それに対してノリは対応が完璧だ。4連鎖を打っていく。それに対して流れは本線を打っていった。ノリアは後打ち伸ばしの形になる。黄色を引いてきた。さあ6連鎖に対してノリアはこの連鎖尾はどこまでつなぐ。ここで終わっている。ここで終わってしまって返すことができなかった。あれ、ノリア選手今もうちょっと伸ばすよ、ね、そうですね、時間的には、はい、与えられていたんですが、あの連鎖尾の形がかなり難しい形になってしまっていて、時間だけではどうにもできないような状況になっていましたね。ちょっと今流れ選手は若干のラッキーも、そうですね、と言ってもあの相手の形が伸ばしづらい形だった、まあ、それを見てあの攻めていったっていうのもあるんだと思います。さあ4対3、流選手もまだまだ負けませんよ。どちらが仕掛けるか、ここで2連鎖の流れが仕掛けた、ノリアが迷いつつも2連鎖で対応していく。そこに流れが4連鎖追い打ちをかけていく。そうなるとさあ、どうなるか、4連鎖に対してノリアは3連鎖対応、流れはこれは対応失敗と見て本線を打っていく。ノリアは掘り切ることができるか、流れは6連鎖、ノリアは緑と青が大量に必要だ。なんとと流れがリーチをかけ直した。お互いリーチ、はい、お互い4対4。いや今流れ選手攻めっ気すごかったですね。すごかったですね、あの牙を剥いてきましたね。いやここに来て負けたくないという意思非常に感じられました。4対4、はい、お互いリーチ、素晴らしい鋭さでした。さあ、これはお互いに本戦志向になっているか、まあ、お互いリーチをかけているので下手な動きができないという意識が生まれていると思います。リスクのある行動はなかなか取りづらい。2連鎖に対してノリアが3連鎖うまいぞ、対応していった。流れはこれは致命傷になるぞ、これは致命傷になるぞ。赤がここに一段、結局鹿児島県代表流れ選手は決勝トーナメントに進めませんでした。今週はここまで。次回のテゲテゲーミングは全国都道府県対抗 e スポーツ選手権4、各種目の日本一が決定。ハイレベルな戦いが繰り広げられる。お楽しみに。テゲテゲーミング、ごめんね、困らせて。